はい、い、え、い、ー、伊豆アズ役の鶴島でです。す。すよろししくお願いいたしますそうですね、やっぱりこうあの、伊豆って新しく作り直された状態でこう劇場版を迎えてるんですけど、そこでこ,うこの60分間、このリアルタイムの60分間で、どうアルトと伊豆のなんだろう成長が見られるのかっていうところをすごい注目して、見てい,きたい,いただきたいなって思います。<laughs> かなりこう注目高まるところですけど、実際こう、ご自身、鶴島さんとして完成した作品、見たい。 どうでした。いや、おましたう。うるうる来ちゃいましたね。うるうるの方、ね、はい、なんかこう1年間あのやってきたっていう。私自身の思いももちろんありますけど、こう伊豆とアルトの関係性にウルっと来てもらえたらいいなって思ってます。 もう本当に視聴者の皆様を大変お待たせいたしましたという気持ちが一番大きくて本来だったらこう僕らの映画を夏にお届けできてたものがまあこういう状況下の中でまあ今こうしてあの冬に公開させていただいているのでまあ本当にお待たせして申し訳ないなという気持ちとともにあのお待たせした分あの素晴らしい作品をあの作り上げられた。 と思っておりますので本当にそれはおお楽ししみにしてていていいいいただかなと思っております今回は何といっても、はい、あの5人での同時変身ということで僕と井桁さんと桜木那智君の3人の変身は本編でもやってたと思うんですけどそこにヒューマギアの滅びとか、えー、加えての変身というのはあ <laughs> <laughs> 5人の変身というのは初めてなんでそこはかっこいいポイントとして見ていただきたい。 まあ個人的にそのファイサムっていうキャラクターで言うと割とちょっと笑いありのシーンも含まれてますなのであのー、ぜひくすっとあの人笑い、えー、取れたらなという思いです楽しんでいただけると幸いでございますよろしくお願いしますありがとうございます楽しみにさせていただきます ささあ池田さんはいかがでしょう五、ね、人変身は初めてだったのでもちろんその思い出もすごくあるんですけど私個人的にはあの亡,き亡きとシェスタと3人のシーンが多くてそれも本当に映画ならではの組み合わせだなと思いますしなんか女子3人集まるのってなかなかこの「ゼロワンという作品でなかったのですごく撮影も。 こうワイワイして楽しかったので、そこもちょっと注目して楽しんでいただけると嬉しいなと思います。また一つのそこも共闘でしたね。そうですね今回ならではです、ね、そこもなんか新しい姿かなっていう,うん、うん、感じがしますね。いや、そのチームの活躍を楽しみにしたいと思います。ありがとうございます。では桜木さん、いかがでしょうか。はい、そうですね。僕もその五人の同時返信があったんですけど、その前に。その生身でアクションをするシーンがあったんですけど。 あのな僕自身、生身で戦ったことがなかったので <laughs> あの、そうですねあの、みんなで生身で、そのサウザンド・ジャッカーとか持って戦えたっていうのは、僕の中ではすごい良かったなと思って、あとはその映,画って映画ですごいアクションのシーンが多かったので、そこも皆さんに注目していただけたらなと思います、はいはい、ありがとうございます。満を持して 外にアクションがっていう形ですね桜きさんそうですねやっとできたって感じですね,ねいやそのアクションを大きなスクリーンで楽しみさせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます,あいますさあそして話題にも上がっておりましたが中川さんそして砂川さん伺わせていただきたいと思います、はい、もう本当にこの 5人同時変身というのもそうなんですけれどもあのテレビシリーズのその後ということであの劇場版ではこうテレビシリーズの時とは違う立場で新たな滅亡人ライネットとして活躍されているわけじゃないですか演じてみられていかかがででしたかそうですね僕は本当にテレビシリーズとはだいぶ違ったお芝居ができてテレビシリーズでは後半シリアスな場面が多かったんですけどこの映画では岡田さんと一緒にコミカルなシーンをたくさん。 演じさせていただいて本当にそこは楽しんで見ていただけたらなと思っていますなるほど、はい、えじゃあ新しいこの2人のコンビがそこにあるんですね、はい、<laughs> テレビ本編ではあんまりなかったからなんですけど、はい、でこの映画ではたくさん一緒にシーンがあるので、はい、見ていいたただきたいです,です、ね、いや楽しみですありがとうございます稲川さんはいかがでしょうはい、はい、えっと自分は結構人と違ってもうずっと人類の敵を演じてきてたんでテレビシリーズでは。<laughs> で映画でこういざ演じてみるってなった時にこう正義の味方としてやる演技っていうのがちょっと戸惑ってあの杉原監督にちの相談したりしてお付き合いいただいてすごいあの皆さんに助けられたその滅びの新たな姿っていうのはファンの皆さんも期待されてると思うんですけれども、はい、砂川さんもどうですか 完成した作品見てみてどうでした興奮しましたああ、そうですねすごい <laughs>、はい、自分自身嬉しかったですしまたこの本編とは違うあのテレビシリーズとは違うまあかっこいい滅びを皆さんにお届けできるんじゃないかなと思っておりますこれがゼロワンの卒業制作といいますか最後の集大成といいますか僕らの一年の塊をここにいる素晴らしいキャストの方々と監督をはじめとした、えー、素晴らしいスタッフの方々で作り上げました本当に自信を持って皆様に 絶対に楽しんでもらえると、えー、言えます、えー、このゼロワンで、まあ、僕らは一度終わりを迎えるんですけれども最終回を迎えることになります、えー、皆様最後までゼロワンを愛してくださり最後まで見守ってくれたらすごく幸せに思います12月18日仮面ライダー、えー、ゼロワン劇場版リアルタイムぜひご覧ください今日はありがとうございましたありがとうございました